久保さんやっぱそこか塾稼げますかそこか塾稼げますかまあ速稼ぐ塾ですからね <laughs> まあでもいまだに思うのがあれですねあのやっぱ久保さんの盆地徹底というかネットビジネス始めた時もこんなセルフバック自己アフリートがすごいんだみたいなねでいまだに10年後もポイントサイトみたいなね <laughs> まあでもね 本当にあの再現性は非常に高いですからね。うん、でもまあネットビジネスの中で、まあビジネスとしては、まあビジネスとして捉えられるかどうかはその人次第ですけども、まあ久保さんはねビジネスとして捉えたんで、その後横展開してね、あの初月30万、80万か。35日、すいません、間違ってたらすいませんけど、確か35日、ネットビジネス始めて35日後に80万っていうね。 このキャッチコピーが生まれたと思うんですけど <laughs>。ネットビジネス8 35日後に80万みたいなね <laughs>。80万の現金を得た方法みたいな。でもね、やるかやらないかっていうところは僕はね、あの、まあ、いろんな声はあります。その、あなただからできたんでしょうとか、あ私はこうなんですとか、いろんなご意見あります。 あるんだけども、手段はいっぱいありますからね、別に稼ぎ方って。だから、久保さんが今やってるね、FX に関しても、まあ FX さんってもう、FX も20年先週ぐらいですよね、多分出て。FX も多分20年ぐらい経ったと思うんですけど。まあ FX という稼ぎ方もあるんだけど、久保さんもじゃあ最初からね、あの稼げたのかっていうと、まあ稼げたわけではないですよね。3、4年だったかな。 34年やって勝てるようになったみたいな話をしてたような気がするんですけどでもねまあじゃあポイントサイトで稼ぐとか自己アフリートで稼ぐって34年必要かっていうと今日やって今日であれですからね <laughs> そうだからなんですかねあの そう久保さんから教えてもらったね、そのまあ、自己アフリエートじゃなくて、これは本当のアフリエートなんですけど、みんなの銀行ってやつが、ね、あって、まあ、今も、ね、アフリエートできるんですけど、その久保さんから教わって、あ、そのあそのめっちゃええやんみたいな。ね、そのみんなの銀行のアフリエートは自分ももらえる、自分ももらえるし、相手ももらえるみたいな。だからもうメリットしかないんですよ。紹介しやすかったんで、まあ、紹介し続けて。 ま、これすみません。1年ぐらいかかりましたけど、1年ぐらいかけて30万稼ぎましたけど <laughs>、30万 <laughs>。もう地道に紹介してって、30万いきましたけど。うん。でもね、僕の再生数少ないですからね。少ない再生数で、あの、一応さ、約300人ですね。約300人。ま、アプリ報酬1000円なんで、平均は。約300人ご紹介したと。 この少ない再生数で。まあ、やるかやらないかですね。まあ、100p って、なんか1本の動画でね、10万回回せるとかね、100万回回せる、それはあなただけでしょ、みたいな。僕なんか数十とか数百の再生数しかないので、も、ま、う、あ、それともやったから、ずっと続けて、紹介し続けたから、あの、マックスの30万までいったし。やっぱね、でもみんなやらないんですよね。やればいいのになと思うんですけどね。 でもなんかやらない理由を言うのが結構得意ですよね。うん。やりたいんだったらやればいいし、やれる方法を探せばいいだろうし、やれる方法を探す上で自分で探せないんだったら聞けばいいだろうし。だからその自分で探すのか聞くのかっていう手段もあるわけじゃないですか。じゃあ聞くことは難しいのかっていうと、多分難しくはないんですよ。聞くことはね。<laughs> そう。だそれもやるかやらない。聞くか聞かないかっていうのもう、 その人次第だしだから自己責任というかその人次第ですよねうん自己責任というかもうその人次第なんじゃないかなっていう方法はいっぱいあるのでうんその人の人生その人次第ですねい <laughs> ってらっしゃい